こんにちは、小林彩子です。設定ノートのね、お話を始めて4回目になりますけども、今日は、設定ノートにどんな風になんか書いたらいいかなっていう、お話です。ちょっとどうやって書いていいかわからないとかっていうね、ご質問もいただいてますので、それに関してお話ししていきたいと思います。そうだな、なんか自分が望んでることがわからないとか、何をしたいのかわからないっていう方もいらっしゃるんですよ。なので、やりたいことがわからないとかね、そういった人はとにかく思うままに書いてほしい。誰も読むものではないので、自分がこう感じてることとか、今日感じたこととか、なんか今日あったいいこととか、でも何でもいいので、とにかく書くっていうことをしてみてほしいなと思うんですよ。願い事だけを書かなきゃいけないっていうルールもないので、例えば今日こんなことをがあって嬉しかったとか、こんなことがあって悲しかったとかでもいいし、ムカついたとかでもいいし、そう、この辺のね、なんか自分のなんていうの、感じてる感情っていうのをしっかり最初にこう書き出すっていうことをしていくと、私本当はこれがしたいんだとか、こうありたいんだっていうのが出てくるんですよ。そう、自分のそういったね、最初のなんていうの、悲しいとか嬉しいとかとかっていう感情をこうないことにしてるっていうか、出さないと、なんか自分が本当はこうしてこうしたいんだっていうのが出てこなかったりするので、まずそういったことを書き出してもらうのもすごくいいと思います。そう、自分が気になったこととか、感じてることとかね、そういったことをまずいっぱい書き出してもらったら、だんだん自分が本当はこうしたいんだっていうのが出てくるんですよ。そう、自分が気にしてることとか感じてることとかをないがしろにしてる、なんか生き方って悲しいですよね。そう、私、美しく生きましょう、美しく生きるコースとかもね、美しい生き方メソッド習得コースとかっていうのもやってるんですけども、やっぱそこを目指す人たちに、自分の感情を、ね、そのままにしておくとか、貯めておくとかっていうことを絶対してほしくないと思ってるので、もう書くことを進めたりしてます。そう、自分の感覚とか感情っていうのをね、しっかり認識しておく。だって誰もわからないんですよ。自分、私のことは私しかわからない、本当の私のことは私しかわからないし、本当に大事なところで、これをね、なんかまた人にただただは、私はなんて言うんだろう、押し付けないでほしいっていうのもあるよね。そう、他人、私は私でこういう感情があり、他人には他人で、他人というかもう相手の人にもそういったね、感覚とか感情ってあるので、あなたはそうなのね、私はこうですっていう、やっぱりこうコミュニケーションの一つとして、しっかり自分の感覚を自分で認識しててほしいなと思います。そうですね、ほぼほぼ同じ全く同じ感覚の人っていないと思うので、だからこそ楽しいしね、分かり、そう、あなたはそうやって感じてるんだ、なんか素敵だねって思えるのって、またね、素敵ななんか関係が作っていけるんじゃないかなとも思うしね。もうね、絶対溜めちゃダメです、感情とか。もうとにかくね、なんかって、気になることを溜める癖をつけてると、もう絶対こう爆発するのでね、みんなも経験あると思うんですけども、もう溜めると絶対爆発します。爆発したら、もう爆発したって自分で思ってくれればいいです。ウケるって、そう、自分でウケて、もう笑ってくださいね。私爆発しちゃった、それって自分が溜めてたんだなって、こうやって気づけたらいいじゃないですか。これからはもう溜めないようにしっかりこう書いていくってことをしていく。誰も分からなくてもいいんですよ。相手の人が分かるんじゃなくて、自分が自分の感情を分かってあげる、ないがしろにしない。そのために、まずそういった形でノートに書いていってもらってもいいかなと私は思ってます。
はい、では今日はこのぐらいで。またねー。